A4 のスケッチブックスケッチブックはスケッチするための用紙を本のように束ねたもの。描画などの制作過程においてしばしば用いられる。渦巻き状の金具でまとめる閉じ方は完全に折り返して絵を描くのに他のページが邪魔にならないためである。また金具で留められたものばかりではなく一枚ずつ紙が剥がせるようにしたスケッチブックも存在する。 スケッチブックにおいての作品の仕上げ方は非常に簡単なデッサンにたくさんの覚え書きを書き込んだものから絵にかなり手が加えられているものまで画家により様々である画家の画法の変化や技能の成長といった過程を時間の経過と共に観察することができる A4 サイズを中心として大小様々なサイズがある紙種も厚めでザラザラした画用紙 水彩紙や薄くて比較的すべすべしたクロッキー用紙など鉛筆画や水彩画といった用途に応じて様々なものが用いられる。紙の色は純白からクリーム色が一般的であるがパステル用では着色紙もよく使われる。放送業界ではカンペとして使用されることもある。テレビのニュースでは突発的な受験事故が起きた際の速報を中継にて スケッチブックに現場周辺の地図などの説明を手書きして視聴者に説明することもある。ありがとうございます。